伊集院光さんが2023年9月26日、予約した飲食店で、思いもよらぬトラブルにあったと X で明かした。伊集院さんは飲食店での出来事をこう綴った。食べログでご飯屋さん予約して、確定メールが来て、みんなに連絡して、支度して向かって、店の前で携帯見たらご希望のお席が取れなかったので予約は無効になりましただとさ。確定メールって何？ま、例によって泣き寝入り。おそらくそれにも同意してるんだろう俺がわら。続く投稿では今、さらに呆れる展開がわらとするも、めんどくせえので、大巨人の肛門について考えて現実から逃避と冗談めかした。トラブルの詳細についてはもはや面白すぎていいトークネタをもらった。覚えてたら来週とラジオで話す予定だとしている。私も同じ経験ありますの声。飲食店の予約時のトラブルとしては、予約をしたにもかかわらず、キャンセルの連絡もないまま客が現れない脳症がたびたび問題となる。伊集院さんは逆に、客として予約したのに、店側で席が取れなかったというトラブルに見舞われてしまったようだ。